今週の青学。さて、今日はスペシャルゲストに来ていただきました、ギンニャンの2人です。イエーイ。はい、ということで今日はオープンキャンパスのお知らせです。今年も8月の4日から6日の3日間でオープンキャンパスが行われます。8月の4日が文学部、教育人間科学部、経済学部、総合文化政策学部、地球社会共生学部、コミュニティ人間科学部。8月の5日が文学部、経済学部、法学部、経営学部、国際政治経済学部、総合文化政策学部。最終日6日が教育人間科学部、法学部、経営学部、国際政治経済学部、理工学部、社会情報学部です。日にちによって開催される学部が違いますので、そこはホームページなどでチェックしてきてください。またオープンキャンパスの参加には予約が必要です。予約は、青学のホームページからできますので、こちらも忘れずにお願いします。オープンキャンパスでは模擬授業などが行われて、大学の雰囲気分かりますので、またギンニャンにも会えるチャンスありますので、皆さんぜひいらしてください。以上、今週の青学でした。